はい。えー、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、このビデオは、えー、第4週ですね。第4週が自動採点のビデオになります。そしてこのビデオは、そのうちの第1週、自動採点とは何かについてお話をしたいと思います。はい。えっ、ー、と、このビデオではですね、この JFND オンデマンド教師研修の中の採点を自動化するに沿って進めたいと思います。はい。えっ、ー、と、まず最初に、 その例として、えっ、ー、と、こういう自動採点のできる Google フォームを作りますよという、そういう例を見せたいと思います。今、こちらをクリックしました。はい、えっ、ー、と、こういう、えー、今日の読解っていうのがありますね。で、この、えっ、ー、と、このリンクを開いた記事を読んで、そして、えー、その記事に沿って答える。記事の内容について答えるという、そういうテストです。 で、ま、番号とかも今はここは何でもいいです。まあ、1番でも2番でも3番でもいいわけですね。えー、で、名前も何でもいいですね。えっ、ー、と、村上というふうに書いてみましょうか。はい。で、ここが、えっと、質問のところで、主人公の仕事は何ですかというふうに書いてあります。これあの、正解はですね、ウェイトレスなんですけど、でもここではわざと間違って物理学者というふうに書いておきましょう。それで、サブミットしますね。はい。はい。で、えっと、 ここが、ビュースコアというのを見ると、えー、自分の点数を見ることができます。はい。えっ、ー、と、私は100点のうち0点でした。はい。えー、で、まあ、ここに番号と名前はさっき記入した通りですね。で、ここが質問のところですけど、えー、主人公の仕事は何ですかこれは、あの、物理学者と私が答えましたが、それが×というふうに書いてありますね。で、コレクトアンサー、正解は、ウェイトレスです。 で、フィードバックのところに4番、ウェイトレスが正解です。で、これはさっきの読解の教材の中に書いてあった文章ですけど、ランダウが勤めていた物理工学研究所に併設されたカフェのウェイトレスナターシャが主人公となるというふうに書いてあるわけですね。え、まあ、こういうフィードバックを、えー、あの、示すことができます。はい。えー、それではですね、えっ、ー、と、あの、教師としてこれがどう見えるかということもちょっとお見せしたいと思います。 えっと、はい。教師として、えー、じゃあね、お見せする場合は、えー、もう一回このテンプレートを開きますよ。これがさっきの、えー、とクイズの回答する前のものですね。この右下に鉛筆のマークがありますから、これ自分で作った場合にしか見られません。はい。えー、他の人が作ったフォームには出てきませんが、自分が作ってきた時,時にはこの鉛筆のマークが出ますから、それをクリックします。 はい。で、ここにレスポンスというのがありますから、ここを開きますね。はい。で、このサマリーという、えー、ところが、あの、選ばれていれば大丈夫です。この、あの、テストは100点か0点しかいないので、その間は、あの、いないわけですね。えー、つまり100点取った人が20何人かいて、0点の人が20人ちょうどぐらいという、そういう感じです、まあ。この番号とかは別に大丈夫ですね。名前も別にここは無視していいです。 で、最後の一番大事なところが、主人公の仕事は何ですかというこの質問に対して答えているところですね。えー、で、これを見ると、こういうふうに51%の人が正しく答えていますね。だけど、えー、これ物理学者というふうに答えた人も3割ぐらいいるということが、ここでわかります。はい。えっ、ー、と、このようにして、えー、あのーえー、小テストですね。自動採点付きの小テストを、 あの、作ることができます。あと1分あるので、えー、送り方についてもご紹介しますね。この右上にセンドというのがあるの見えるでしょうかセンドというのがあります。はい。これを押して、もし学習者の E メールのアドレスが分かっていれば、ここに書けばいいです。しかし、えー、そうではない場合は、えー、リンクを、例えば、あの、o m とかですね、Zoom のチャットボックスなどにこのリンクを貼るといいと思います。 で、このショートの URL で短くして、それをコピーするわけですね。で、これを例えばスラックとか、Zoom のチャットボックスとか、そういうところにペーストすれば、このショートテストを学習者にシェアすることができます。はい、それでは今日の私のビデオはここまでになります。失礼します。